今日は医療忍術についてよ。それでは授業を始めましょう。膨大な専門知識と繊細なチャクラコントロールで人体に働きかける医療忍術。怪我や毒の治療に使う術が多いけど、チャクラのメスで攻撃したり相手の神経系を狂わせるといった戦闘に使える術もあるのよ。中でも究極の忍術が砂出師匠の忍法創造再生。大量のチャクラで細胞の分裂を早め、どんな傷でもすぐに治してしまえるけど、寿命を縮めてしまうという大きな代償を伴うの。さてここで問題。砂出様の付き人しずねさんはどれでしょう。正解は C。 私ももっと修行してしずねさんや師匠のような一流の医療忍者にならなきゃね。シャッター！あ、やっちゃった。